1977年の長原前駅跡と、その周囲、赤で囲った場所に駅があった。赤い線は田口線の配線跡。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成長原前駅は、愛知県北下良郡下良城清崎に、かつて存在した豊橋鉄道、田口線の駅、北下良郡、 田口町にあった駅の一つである。長原前駅は1950年10月1日、田口鉄道により開設された。田口鉄道は、現在の JR 飯田線本流しの駅と、北下良郡下良町を結んだ鉄道である。駅の開業と路線の開通の時期には大きな開きがあり。 駅を挟む三河予比駅から清崎駅までの区間が、道鉄道の第2期線として開通したのは、駅設置より20年も前の1930年のことである。駅が置かれたのは、豊川佐賀の設楽町清崎であるが、駅名にある、長原はその対岸のタミネにある地名である。駅近くの清崎や座ガマ淵には、調律清司令中学校があった。 1956年10月1日、田口鉄道が豊橋鉄道に合併されたため、豊橋鉄道、田口線の駅となる。それから8年後の1964年、豊橋鉄道は赤字の拡大を理由に田口線の廃止を決定。路線の廃止は1968年9月1日付であったが、その直前の8月29日に台風で被災して、 タミネ、清崎間が線路破壊により普通となり、三河予備駅から先の区間は運転していなかった。片面ホーム一面一線で列車の行き違いが不可能な駅であった。駅員は配置されていない。1957年度の乗車人員は1万9000人で、そのうち約4割に当たる7000人が定期乗車券での利用客であった。この乗車人員は田口線の 全11駅中で、三河大草駅に次いで少ない。一方、貨物の取り扱いはない。ありがとうございます。